これが前に言っていたものだ。質素な椅子をもらった。人に物をもらって質素とか言うんじゃないよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃでっかいあくびから始まるんだな。さあ、春の月4日目、4日目も私はひたすらに木を切っていく。とりあえず木を切って切って、まあ、体力がなくなってきたらまた街に繰り出していこうかな。あ、で今日もあれやね、まだまだ牧場は、牧場じゃねえよ、畑は出来上がらないだろうから、とりあえずその辺になってるものとかを出荷していこう。まだ小枝とかあるやん。あ、こっちにも小屋がある。あれかな、まあどっちかは分からんけど、とりあえずどっちかが鶏小屋で、どっちかが牛羊小屋ってことかな。かなり疲れてきた。もうそんな感じ。やばいね。どうかな、あと1個荷物がいっ、あれこれ違う木、あ、違う木や。マジで、へえ。ちょ待って、とりあえず町へ繰り出そう。行ってきまーす。まだ朝の8時34分やもんね。あ、これはなんか虫や、虫虫。あ、どうも、のび太ちゃんこんにちは。今日はいい天気ね。どうも。あ、おはよう。まだ眠い時間じゃ。くー、いつも眠そうやけど。のび太くん朝から元気ね。みんないろんな場所におるんやね。私はちょっと町へ行こうかと思います。はい、シーゼンタウン東にやってきた。じゃ、ご飯が食べたいです。ご飯、ご飯こっちか。よいしょー。あ、やってない、まだ。何時開店ですか。あ、降りてきた。どうも。暖かくていい季節ですわ。のび太さんもそう思いません？思う。わからんけど。この中には入れんのよね。ねえ、おじさんは？いない。ご飯食べてる。あ、スネ夫。羨ましい。のび太はご飯食べたの？まだだよ。おはよう。元気かい？ 10 時ぐらいからかな。いいなぁ。私も今ご飯がすごく食べたい気分なんだけど。どうにかしてくれないかしら。あら、のび太さんいらっしゃい。外はいい天気です。あの、一日中火ついてんの、これ大丈夫？じゃあ早くしてよ。あ、どうも。おはよう。のび太、牧場の朝は早いものだ。早く慣れることだな。大丈夫、早起きしたから。あ、一応ここでなんか時間とか見れるんやね。一番早いイベントは春の感謝祭、一日中。原っぱ広場方面、ここを通り過ぎたところに、ここで馬レースとかやるってことかな。ここを通り過ぎたところに、あれか、あれ、ザザン岬やな。違う、ザザン岬じゃなくって、あ、あっちか、あゆな牧場の左側か。あ、どうも。やっぱり春になったら広場で遊びたくなるよね。子供は君以外にもいるのかい？ラムちゃん以外に。さあ、そろそろ開店したんじゃないかな。何してんの？おはよう。のび太くん、朝早いんだね。まあ、牧場主なんで、そこは。はい。何時から開くの？12時から？めっちゃゆっくりやん。どんだけやねん。寝ようかな。多少お昼寝したらちょっとマシになるんじゃない？でめっちゃ押すやん、やめて。もうめっちゃ虫がおる。あれは虫網を買ってきたら取れるようになるんかな。はい、あゆな牧場の、あ、あ、何やってんの、ドラえもん。おはよう。やあ、のび太くん、君が朝早いなんて珍しいね。そこで釣りができるんかな。ザーザー滝方面、こっち方面で合っとる。
あ、違う、下や。なんか行ける場所が多すぎて何が何なんだかよくわかんないんだけど。こっち側か？木こりの森、こっちやね。何やってんの？何？いらっしゃい。大工屋さんって何をするの？のび太の牧場に足りてないものを作る。足りてないもの？資材置き場やサイコロ、サイコロじゃない、サイロだな。何それ？便利なもんだ。あとは家を広くしたり、家具を作ったりだな。家具？一つやろう。マジで？何？ありがとう。少し準備があるから、カバンを開けてから声をかけてくれ。わかった。ちょっとあの、資材をお渡ししたいんですが。これが前に言っていたものだ。カバンがいっぱいだな。また来い。ちょっと待ってよ。カバン。なんか捨てれそうなものとかある？違う違う。こっちや。ないんですけど。交換してよ。交換してよ。ちょっと待って。じゃ、とりあえず、外の収納箱に、並び替えじゃない。ちょ、待って。まだ株の種とかはいらんよね。はい、ここに、株の種を、入れましょう。はい。じゃ、これでカバンが開いた。行ってきまーす。あ、違う、下の方か。なんか喧嘩したんかな？そういうことではない？なんか、音楽に勢いがあったけん。はい。開けてきたよ。これが前に言っていたものだ。質素な椅子をもらった。人に物をもらって質素とか言うんじゃないよ。家具の置き方はわかるか？説明して。お願い。わかった。それじゃあその間店を頼んだぞ、たけし。はい。あ、ジャイアン呼びじゃないんやね。それじゃ。行くぞ。よし。あ、家まで来てくれたんや。ありがとう。まず作った家具を置く説明だ。置きたい家具を持って A ボタンを押すと置ける。見ている方向で家具の向きも変わるから、向きも大事だな。それから一度置いた家具は X ボタンにしまうこともできる。そうか。ふんふん、そうやって好きに置けばいいんだね。それじゃあ家具を置いてみろ。でも椅子だけ渡されてもな。質素な椅子。どうしよう、とりあえず、この辺とかに置いとくか、適当に。はい。ああ。いいな。壁や床は作った段階で部屋に貼るから注意しろ。なんで？どういうこと？実は。作ったら変わるんだ。元に戻したいときはまた作り直してくれ。そうか。わかったよ。それじゃ。いろいろな家具を置くといい。ありがとう。ペンターさん。口数は少ないけれどいい人だね。それじゃあちょっとあの、資材をお渡ししたいんだ私。とりあえず、ほら。こんにちは。まだまだ仕事はこれからだ。でしょうね。あの、この資材は一体どうすればいいんですかね。入っていかれましても。あ、食事中？お昼ご飯か。もうお昼か。どうした？いや、資材。とりあえずまだ受け取ってくれないみたいだから、私もご飯食べに行くわ、もう。つらーい。めっちゃ無視されるし。ご飯を食べに行きましょう。お昼寝ってどんな感じになるんやろ。お昼寝。何時まで寝ますか？で、13時まで寝ます。これで体力も回復するんかな？よっと。どう？めっちゃ少ないけど。てか、事前の体力見てなかったや。回復したんかどうかもよくわからん。とりあえずご飯食べに行きますか。めっちゃいろいろと虫が飛び寄るね。はい、12時過ぎたからもう開店したでしょ。ご飯を食べに来ましたよ、ご飯を。朝は仕込みとかするんかな。はい、買います。料理650円。うどんをお願いします。早く稼がないと。
早く稼がないとお金がどんどんなくなっていく、なくなっていく一方だわ。今日の分も何かしら入れていかんとね。ああ、ルーラが使いたい。そんな技とかないけど、ルーラが使いたい。マップから飛べるようになったらいいのにね。うん、45。まあまあまあ。残り2列ぐらいは壊せるかな。どうやろう。おの。よし、頑張りますか。えい、えい、いっせい。えい、えい。あっという間にまた体力なくなりそうやけど。よいしょ。これで木は全てかな。あ、ん？あれは向こう側か。あ、じゃあとりあえず、お、これで。やったー！木は全て OK です、これで。やったねー。ふぅ、すごくやりきった感。この辺のとか、草とかは拾えないの？拾える草と拾えん草があるんかな、もしかして。初めてピチョンコに行った。何が何だかよくわからねえ。あ、ここつくしとか取ったところかな。ん、違う。え、そうじゃない、違うの。あ、違うっぽいぞ。白ストーン遺跡。ふーむ、なんか時間とか書いてある？何も書いてないな。あ、どうも。おう、なんで手前に出てきたの？てか拾えるものがあるなら拾って出荷したいんだけどさ、何もないんだけど、つらい。あ、タンポポ拾える。荷物がいっぱい。に、荷物がいっぱい。だから資材を早く受け取っていただきたいんだよ、私。大工屋トンテンカン。よ、昼になったね。昼になりましたね。さあ、とりあえずこれで木が、どうしよう。じゃあこの辺の全部とりあえず入れとこうか。送るって何？どこに送った？おお、全部こっちに行っとる。なるほど、これで一瞬でできるわけや。ほうほうほう、いい感じやん。じゃあ、あとは。えい！よいしょ。あ、すごい、石材になった。いいね。えい！よいしょ、よいしょ。えい！はい、もうちょっとで18時やね。かなり疲れてきた。じゃあ、さっきの、タンポポみたいなやつとか収穫していこう。この辺のは無理。無理やね。なんでも収穫できるものは収穫して、入れていかないと。よく来たな。あ、何か頼みに来た。できるやん。ちょ、待って。あ、でも石材、依頼を受けてくれる時間がちゃんとあるってことかな。あ、タンポポあったあった、取っていこうっと。あ、この辺作業場ってこと？へー、パシャーン川方面。パシャーン川、こっちには前来たってことかな。とりあえずタケノコ取っといた。何これ、なんもないんか。この花も取れない。コロコロの森。お、初めてコロコロの森に。何これ、何これ、なんか呪われそう。なんか呪われそうやし、早く帰らないとドラえもんが収集に来る。ちょ、早く早く早く、急いで急いで。せっかく手に入れたものがちゃんと回収されていかなかったらお金に変わらない。今日の分の、あゆな牧場は一体どこですかね。こっちか。ふう、めっちゃギリギリや。多分今ドラえもんが来とるぐらいやと思う。待って、ドラえもん。いたいたいた。タンポポ、ん、入れ、はい、タケノコ。え、ちゃんと持ってった今の。
ちゃんと持って行ったんだろうね。何時まで開いとんかな。とりあえず、ん？全部遅れた今。これ遅れないの？とりあえずこの2つ。あ、こっちザーザー滝の方や、違う。夜がメインなの？昼以降がメインってことかな。あ、もう作業、あ、してる。よく来たな。大工屋トンテンカンだ。何か頼みに来たのか？はい。資材、増築、増、ん？建築、増築。家のものを買う。建築、増築？お金も必要や。そりゃそうか。そりゃそうか。渡してしまうっていうことはできんのか。なるほどね。よく来たな。わかった。ということは、資材も集めて、最終的にお金も必要だから、まあ、ある程度稼いでからじゃないと無理ということだ。ちょい、入れとくわ。はい、はい。オッケー。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、とりあえず、なんかドラえもん私が入れよる途中で帰ってしまったけん、タケノコを持って行ってくれてない気がするけど、次の日かな。そして家のものを買うが家具ってことなんかな。テーブルが欲しいです。椅子だけだと寂しいから。ね。